もう用意しちゃったんでね。はい、今、13時13分になったところですね。工事が始まってしまいました。はい、ちょっとうるさかったら申し訳ございません。はい、一応4回目まではやるという記載しましたんで、もしうるさくなかったら5回目もやりますんで、まあただちょっと音がねどうだか聞き手側はわからないんで店長は。はい、じゃあ、抽選してから開封となります。ドラフト順位を決める抽選ですね。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しです。いきます。はいはい、3と5で8回ダダダダダダっていうね、まあしょうがないですけどね、お互い様ですからね。はい、じゃあいきます。8回抽選、1 2 3 4 5 6 7で次ですね、8回目いきます。せーの、ポチ。8回目、いいですね。はい、ドラフト1位はロンガーさん。ドラフト1位はロンガーさんです。おめでとうございます。20分の1は 5%、 1位打手率 5% です。はい、ドラフト1位はロンガーさん、おめでとうございます。はい、4回目のフローレスですね。ドラフト2位が SSMI さん、3位がステイさん、4位と5位がボブさん、6位 MMRY さん、7位ボブさん。ボブさん結構上3つきましたね。まあまあところ、はい。で8位ロンガーさん、9位がプーさん、10位がモクワさん、11位 HR さん、12位三日月さん、13位 MMRY さん、14位ユーマさん、15位 H38 さん、16位ボブさん、17位 WWE さん、18位三日月さん、19位レモンズさん、20位 TSK さんとなります。そんなに入らないですか音、ダダダダダダはい、フローレスバスケット。4回目の上ね、よいしょ。でした。よいしょ。はい、じゃあね、下の箱はここを置きます。ここでいいかな。はい、で上の箱、まあね、フローレスね、20弱は20かまあ細かい数字いっちゃうとあれだ。はい、入ってきたんですけど、あ、取れた。もうほとんどケースで売れてしまって、今募集してる6回目でほぼ最後かなと思います。まあまだケースはあるんですけど、やっぱりね、国際的な需要が高くて、はい、いきます。4回目のフローレス上の箱、せーの、はい、うんうんうんまあはい、デュラントですね。6の10、悪くないですよ全然。はい、6の10です。それとポール・ジョージ、あ、ちょっと待ってね、ポール・ジョージはベースですね。はい、20枚限定の10番。はい、まあ悪くないですよね。デュラントのオンカード結構いいプライスついてますからね。さあ小箱がどうでしょう。はい、アーロン・ゴンドのパッチからスタート、15枚限定10番。はい、で次はカートライト、15の15、ビル・カートライト。で次は、お、マグジー・ボークスです。11の25、いいですね。
はい、でパッチオートのティム・ハードウェイ・ジュニアですね。 9-25 マブスになってますね。はい、で、パッチオートルーキーですね、マイカルのブリッジス 13-15。 はい、ジャレット・アレン結構入ってるのかな、 25-25 です。パッチオートのジャレット・アレン JA なんですね。ラスマンはドレクスラーです。これが 8-10。 はい、ロケッツ。はい、で一番下もパッチオートですね、エンビード 4-10。 はい、まあ場所もいいですね、3色で。はい、オンカードノーレデンプション。はい、上がドゥラントとポール・ジョージでした。はい、じゃあ1パコン目がこれで終わります。さあ下がどうでしょうね。はい、下の箱、はい、じゃあ行きます。はい、下の箱です。4回目のフローレス、せーの、おい、おお、やっぱり上が弱いと思ったらドンチ。はい、パッチオートの5枚限定です。 2-5、 これやばいっしょ、やばいっしょ。はい、ドンチッチ来ました。いいっすね。うん、写真もなんかね、珍しい感じの、はい、いい写真だと思いますね。なかなかない。うん。はい、で、ベースの方はルーさん。ルーさんもいいですね。はい、3-20です。足してジャナン。あ、関係ないですけどね。はい。よいしょ。はい。アイザイア・ライダーだ。12-25。はい、でここでパッチですね、ノックス 7-15 でシェーン・バーティエですね、懐かしいですね、 5-5 ヒート、ヒートですね。あー、デバッツもなんか。はい。前戸のね、7-15。はい。で、マイカル・ブリッジスのパッチオート、ルーキーですね。12-25。はい。で、ジョージ・ガービン、1-15。ドンチはやばいですね。はい、でデビロビ、ここラス前です。23-25ね、書き込みあるんですね。うん、どこかの一節かな。はい、でラストはパッチオート、いいですね。しかもネッツのピアースです。パッチもネッツなんだろうな、ちゃんと。はい、15枚限定12番ネッツのピアースのパッチオート、珍しいです。はい、ということで、はい、ルーさん、ベスト、ドンチ。はい、痛かっただけです。はい、終わりました。いいっすね、やっぱね。はい。よいしょ。はい、で、4回目も終わりました。やっぱいいっすね。うん、出方がいい。うん、この間もパニーニの方はね、うち来て会議しましたけど。一番初めに来てくれるね。
はい、ドラフトリストをねお客様は制作していただくんですけれど、カードの画像は2時以降順次となります。そちらね店長のインスタグラムの方をご覧になっていただいてドラフトリストを制作していただく形式となっております。締め切りは明日の夜8時までですね。今画面に表示されているような例で、番号で書いていただければと思います。ご心配な方は、カード番号選手名ですね、番号と選手名、一緒に記載していただけると間違いないかと思います。で、今の開催分が4回目ですけど合計今日は5回やります。インスタの方ですね、画像を、いわゆる5ケース分掲載されますのでお間違いないようにお願いいたします。黄色いラベラーで、左側に4-1-20のステッカーがついた回になります。はい、お間違いないようにお願いいたします。ドラフトリストは明日の夜8時までですので、今日発売の商品ですからゆっくり考えていただいても OK です。はい、店長が助かるだけなんでね、急がないで大丈夫です。はい、じゃあ4回目これで終わります。はい、工事も始まっちゃったんでちょっと様子を見たいと思います。ありがとうございました。